はい、じゃあ始まりました、ハイチのダラダラジオ。皆さんお待ちかね皆さんお待ちかねでもないだろうけど、今週はダラダラします。はい、ということでテーマがですね、これからのハイチということで、約10分ぐらいかな、自分語りで終わる回でございます。これ今ねコロナの関係で皆さん生活がね一転して、バタバタ、精神的にも肉体的にもバタバタな日々が続いているかと思うんですが、私はよくですね、今この時期を自分と向き合う時期だっていうのをよく言っておりまして、自分にもそれは当てはまるんでね、すごく、ものすごく、自分のこれからのことを今考えています。だからそれを、ちなみに答え出てないからね、そうまとまってないので、でもやっぱり口に出したりとか、日記とかの文に表したり、自分の思いを何かしらの文字とかねにすることってすごく頭の中が整理をされるので、そんな一人でやっとけよって話かもしれないんだけど、それを許してくれるのがダラダラジオです。過去300回のアーカイブ残してますけど、アーカイブとかね放送ありましたけど、そういうのいっぱいやってきたからということで、今回はねこれからの配置について今思ってることをつらつらと喋っていきますので、よかったらね最後までお付き合いください。でです、忘れてしまったので、先週花尾さんのねコラボをちょっと前に対談をさせてもらいました。1対1で対談させてもらったんですけど、それを先週話し忘れたんです、見事に。なので先に話します。多分話さないと忘れっからね。なので、ちょっと興味ない方はね申し訳ないんですけど、ちょっと話させてください。で、花尾さんと今回ね1対1で対談をさせてもらいました。つまりデンガンさんがいない状態で、昔は花尾さんとデンガンさんと3人で話をさせてもらったんですけど、今回は2人でさせてもらったと。でその理由はですね、花尾さんその今までね毎年1回ずつコラボをさせてもらっていて、そのカメラが回ってないところでいろいろお話をさせてもらうわけですよ。でも、ものすごくね人としてもすごく素敵だし、男性としてもね、性別男としてもすごいかっこいい方なんですけど、生意気ながらですね、こうなんていうかな、持っているもの、心の中に持っているものが自分すごく似ているなと勝手に思っていて、なんとなくねシンパシーを感じるっていうか。で、花尾さん普段はねすごく真面目な面も視聴者の方は分かってると思うんですけど、だけどどっちかというと楽しい動画、みんなを笑わせてくれる、楽しませてくれる動画を提供している方だと思うんですね。けれどやっぱり彼の中にあるすごくこう真面目で芯の強い部分、我が強いっていうのね、動画でもちょっと言ってましたけど、うちらはその部分をなんか出してほしいなって、視聴者の方に届けてほしいなって。それはすごく花尾さんのファンの方もそうだし、そうじゃない方にとっても何かしらのエネルギーを与えてくれる、そういう可能性がある方だなって、生意気ながらにね思っていて。で自分は今までねいろんな方とこう YouTuber の方と対談をさせてもらってきたから、そのなかなかねいろんな方に言われるんだけど、普段例えば楽しい動画とかをねやってふざけてたりすると、なかなか真面目なトークって自分のチャンネルだとしにくいっておっしゃる方結構いらっしゃって、花尾さんはね隅っことかもあるからさ全然できるとは思うんだけど、でもあえて自分とこう混ざることによって見せれる面もあるんじゃないかなと。花尾さんのチャンネルで投稿した方がね見てくれる方は多いだろうけど、でも、違うチャンネルでやることによって新しく花尾さんっていうその、一人の人間のあの方の魅力っていうものが出せたらいいなと思ってやらせてもらいました。だからそれが、みんながどう受け取ったかは分からないけれど、自分は編集していてすごく楽しかったし、そうだから、そう思ってます、はい、っていう感じ。どう受け取ったかわからないけどね、いい風に伝わったら嬉しいなと思います。ということで、今後もねああいう対談をいろんな方とねできたらいいなと思っている今日この頃です。はい、現在4分ぐらいですね、あと6分話しましょうここからまったりいくよ。でですね、あと、今35歳になりまして、もちろん35歳だからっていうわけではないんだけれど、自分の将来的なことってすごく考えていくわけですよね。大学生の時に自分はちょっとある病気を患ってしまってですね、一生治らないんですけど、その病気は。でそれもあるので、こう社会人として働ける期間が長くないかもねって医者に言われてたんですよ、その時から。19か20歳の時はその病気になったんですけど、やっぱそれもあったからさ、
こうなんていうのかな、生き急ぐってわけではないけれど、自分の人生で何かこう成果を残したいとか、生きててよかったっていう証みたいなものを残せていきたいなっていうのはすごく結構こだわりであって、その部分は。だからこそ自分の人生時間なんて限られてるじゃん、有限なものだから。だからこそどう使っていこうかなっていうのを考えていて、で自分はもともと YouTube 始めた時に、公教育、学校教育と塾とかっていう教育の2本柱だったもの、そこに3本目の柱を立てたいと。無料で勉強するコンテンツっていう、まあ、今 YouTube でやっているけれど、 YouTube じゃなくてもねあるわけじゃん、いろいろ。だから無料で勉強できるっていう、そのフリーでね、フリーで勉強できる環境っていうものが日本にもっともっと浸透していて、3本の柱になることによって、もっともっと子どもたちの勉強、子どもたちの学習面を支えることができると思ったから、だから2012年に YouTube 動画を投稿を始めて、で、まあ、今に至ってると。で、まあ、ここまで来るにはね、ものすごい紆余曲折があったし、ね、簡単な道ではなかったけれど、その去年あたりからですね、ある程度ちょっとこう自分のやりたかったことが現実味を帯びてきている、まあ、まだまだだしね。でも今こうコロナショックの関係で教育ってものすごい岐路に立たされてるわけよ、ね、変革期にある。でそれもあって、なんか自分がそう目指していたものが、前まではもう雲の上すぎて全然見えなかったんだけど、本当に俺の進んでる道これで合ってんのかなって、もう毎日毎日不安になりながら歩いてたし、そう、でも間違ってね、俺は間違ってねって信じながら一歩一歩歩いてって、でちょっとこう見えてきたからさ、そうすると思うわけよ、あ次どこ目指そうって、今そこにすごく悩んでるというか考えているところで、もちろん当初ね思っていたものはまだ達成できていないし、まだまだその面に関しては、努力を続けていくんだけれども、きっとそう遠くない未来に自分がある程度満足する現実がやってくると思ってる。だからじゃあ次どこだっていうね。で、まあ、今思っているのは、もともと自分が教育に携わりたいなって思ったきっかけ、教師になりたいなって思ったきっかけは、もちろん勉強してるのも大好きだったし、ね、お大好きなんだけれど、それ以外の部分、悩んでる子どもたちとか、そのいろんな悩みがあるわけよ。その子どもたちのを精神的なサポートをする、そういう教師になりたかったのね。そう。で、そこでやっぱ立ち返るわけよ、今。でそれってなんかできないかなって思って、で本当にありがたいことに、この1年ぐらいかな、いろんな人とのつながりができて、いろんな企業の方もそうだし、個人で活動してる方もね、すごいなんかメジャーな方とか、メジャーなサービスを提供してる方とかもつながることができて、なんかそういった方々、自分一人でやるよりもね、やっぱマンパワー、人の力ってすごく大事だから、なんかそこの人たちと一緒にやって、新しいところになんかやれたらいいなって、って思ってるの。もちろんでもそれはさ、具体的なものが決まってないから、あの時みたいに YouTube やろって思って翌日に YouTube の動画投稿始めちゃうみたいな、何か見つけちゃえばね、割とこうちょっとずつ盲信でバッと走れるんだけど、でも今それが見つかってなくて、なんだろうなっていう。でもなんかこうホワホワンって思い浮かべているものを考えると、まあ、ずっと YouTube っていう、そのなんていうのかな、機械を通したものでの、なんだろう、顔と顔をね合わさない状態でずっとやってきたから、やっぱりリアルの方なのかなってちょっと思ってる。そこでなんか勉強を教えるっていうよりも、例えばなんかのイベントみたいな感じ、定期的なイベントを行って子どもたちを集めて、なんか子どもたちのね、モチベーションを上げるか分からないよ、将来の悩みをなんか解決していくか分からないけど、そういったイベントを定期的に行うみたいなサービスができたらいいなと。でそれをさ、ある程度ね入場料っていうか取るのもいいのかもしれないけど、本当参加費無料でできたらさ、もっと素敵だと思うわけよ。分かんないけど、それじゃクラウドファンディングを使って、やっていくのか、 YouTube の収益をもっとちょっとね、みんなに許可を取って広告を挟ませてもらって収益を上げて、そこの収益をそっちに当てて活動していくのか分からないけど、やり方は。でも選択肢はある、そう、選択肢はあるけれど、でもやっぱ年齢っていうのはさ、若干ちょっと引っかかるとこもあって、何が引っかかるって、失敗がしにくくなるんだよね。ちょっといや、失敗しても人生なんてさ、別に取り戻せるっちゃ思ってんだけど、やっぱ若い時と年齢を重ねた時の違いって、失敗がしにくいっていうか、
そう、リスク回避をやっぱ選んでしまうわけよね。でそのリスク回避を選んでる自分と、いやそれも違えだろって思ってる自分と、こうわーってなったりもするわけで、まあ、現状今そんなところにいる、うん、でもやっぱり自分の、やっぱり自分は教育っていうのはさ、そこがブレないよね。やっぱ教育畑だし、教育が好きなんだよね、とにかく。でも自分が自分、まあ、こういう立場でやってるからさ、自分だからこそできることってもちろんあると思う、うん、だからなんかそれをチャンスというか、こういうふうに今やらせてもらってるからね、この立場をうまく、いい意味でね、うまく利用して教育っていう、まあ、子どもたちのためになんかできることってもっとないのかなっていうのを考えて、思いつかなくて毎日イライラしてるイライラしてるっていう、イライラするんだよね。思いつかないと、わかるかなみんな、これなんかさ、やんなきゃいけないことが、まあ、多すぎてさ動けないのも辛いんだけど、何をやったらいいかわからんっていうのも嫌よね。そう、いやいや本当に、まあ、そんなこと思ってるよ。まあでもこのダラダラジオでもそうだし、この8年間の活動でもずっと言い続けてることだけど、これは一貫して言ってることで、自分はこうやってね、ダラダラジオとか動画とか、まあ、ツイキャスとかね、で結構悩んでる姿とか普通に話しちゃうからさ、そう、かっこ悪いところもいっぱい見せるんだけど、でも約束するのは、足を止めて諦める姿は見せないっていうか、それはないから、必ず、前に進み続ける姿をセットで見せていくので、なので、まあ、ちょっと悩んでる姿は付き合ってこのダラダラジオを聞いてくださってる皆さんであれば、ご理解いただけるというふうに思ってる、まあ、そんな甘えを持ってね今喋っておりますが、まだね悩んでるんで、ちょっとかっこよく歩いてる姿は見せれないですけれども、まあ、ちょっとあと半年ぐらいかな、どうなんだろう、みんなに、あ、ハイチここに決めたかって、あの時なんかあだこだ言ってたけど、お前はここで行くんだなみたいなのをね見せれるようにと、まあ、いろいろこう、なんだろうな、殻に閉じこもらず違う気がするけどね、ちゃんと、アンテナ立ててね、いろいろ情報収集して、自分のなんだろうな、感情に素直にやりながら、まあ、努力をしながら、動画撮影とかね、努力をしながら、いろいろね道を見つけていけたらなと思っております。はい、という感じです。ちょっとオーバーしちゃったけどダラダラというか、まあダラダラだよね結構早くてバーって喋ってたけど、内容はダラダラだったんですが、ここまでねご視聴いただきありがとうございました。じゃあまたね、来週は何かを喋っていきましょう。花さんのも喋ったしね、また何か喋っていきますので、よかったらまた来週の方お付き合いください。では今週のダラダラジオはこれで終わります。以上です。ありがとうございました。